それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。始まったぞ、上り。高出力の 3VF 制御車同士だからな、誘導障害がビンビン来るぜ。すんげー迫力。カットビルクライム。標高差数メートルだけどな、簡単には負けねえぞ。セブンスターリーフの異常見せてやる。俺だって伊達にここを走り込んでるわけじゃねえからな。こんな時に無理しないで、いつ無理するってんだ。トールだって車ぶっ壊すまで頑張ったんだぜ。見せてやるぜ、全開ヒルクライム。来たぞヒルクライム。ヒルシャイ、名鉄最強の2000系ミュースカイが煽りかまされっぱなし。今まで見たことない光景だぜ。ヤバすぎるよセブンスターリーフ。決して軽くはないミュースカイだけど、それをぐいぐい引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムパワーだ。よし、先行してる。頼むぜカワイイ、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぜ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやれ。それにしてもすごい奴らだぜプロジェクト D。 こいつらにはオーラが。ああ、なっ、死は。腹たま、気をたま。さくら先生。ストレートの伸びが結構やってあるな。自然動機はパワー出てる。問題はそのパワーをどれだけ使えるかだ。はえはえ、2列車とも。よし、行ける。トールが言ってた通り、自分の走りを見失ったら命取りだぜ。ノッチオンの時間を少しでも長く、軌道の上ではセオリーを極めたやつが一番速い。派手なドリフトもアクションも不要だ。俺は俺の走りで行く。クレイジーなツッコミとドリフトのド派手な末継ぎトルと比べると、ハワイのグリップ走行は一見地味に見えるけど、確実にタイムを削り込んでいく理論派だからな。ハワイはこの先の直線区間に飛び込んでしまえばアドバンテージを広げてフィニッシュだ。ところでお前、なんでサンポーロ作ってんの？なぜかセントレアで売ってたんだよ。青柳でいまいちだし。ヘルモンなら抜いてみな、2枚目の坊や。ミキになるな。あんたの走りは見切った。藤原と同じ手は使わない。ザーカスは藤原に任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。D のエースは俺だ。ふやけたコーナーリングしやがって。ちっ、面白みのねえ走りだぜ。ちっすぎら。パワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってことか。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつだな。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。ストレートだけで開けるならバカでもできる。こっちだって伊達に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の
ものの最速理論を。わかった。現在地は西の口あたりだ。苦戦してるのかな。いくら圭介でも仕掛けるのは難しいかな。意地でも仕掛けていくだろう。あいつの性格考えれば。冬の間あいつには勉強させたからな。ちゃんと座らせて。圭介が勉強。はい、掛け算。21が2、これバトルに関係あんのかな。遅い。さあ解け。早く解け。プリンを黙って食べたのは俺です。よし、いいか圭介、今日はこれを教えよう。早く教えてくれよ兄貴。あいつは別に頭が悪いわけじゃないんだぜ。入ってないだけで。今はかなりのところまで理論を理解できているんだ。入ってなかったから格段に進歩してる。あのミュースカイは今のケイスケが手こずるほどの相手じゃない。立ち上がりのパワーはこっちが勝ってる。ストレートは俺の方が伸びる。何かやるつもりなんだろうが、コーナーで仕掛けてくるのは無理だろう。このまま新マイクを過ぎれば常滑戦最長のストレートだ。よし、勝てる。このバトル必ず逃げ切れる。分かってねえな。タイムアタックをやってるんじゃねえんだよ。どのコーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。ここ一番の立ち上がりのために捨てるコーナーもあるんだ。俺たちは今バトルをやってんだ。相手より1ミリでも前でゴールしたやつの勝ちなんだぜ。ストレートに飛び出してしまえばコーナーで食いつかれてもいくらでも引き離せるんだぜ。なんだそりゃ。立ち上がりで外からやられた。くそ、一体何が起こったんだ。いや、考えるのは後回しだ。ここからしばらくはストレートが続く。トールは車が壊れるまで踏ん張ったんだ。諦めるのはまだ早いぜ。はい、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か特急で名古屋駅で乗り換えです。え？ちょっと待て、負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。